況を見事勝利で飾った東京ドームラストゲームハイライトで振り返っていきましょう。さあまずは今日はファイター先発2年目の北浦でした。すでに初勝利を挙げていますが、先発での初勝利を目指したそんな中でのスタート、その北浦ですが、まずは立ち上がりはしっかりと島内、オコエ、浅村を打ち取ってのワンツースリースタート。一方イーグルス先発は、三馬、その三馬は浅間にリードオフダブルを許すと、バッターボックス2番の太田大志は右方向に持っていく先制のツーランホームラン、今シーズン第19号となって、先制の2点入りました。2回の表今度はイーグルス、ヒットヒットフォアボールでノーアウト満塁のチャンスを作って、その後茂木がワンアウトから犠牲フライをライトに放ちます。それで、1点を返して2対1、1点差にイーグルスも迫ります。しかしそのすぐ裏、今度はノーアウト1、3塁で西川が、タイムリーツーベースを放って3連打でまた追加点3対1となります。さらに二塁三塁で中田翔もレフトに犠牲フライ、サードランナー太田が激走を見せて、さらに1点の追加、4対1とリードが広がります。3回の表、この回4回ですね、4回の表、北浦が3回でマウンドを降りて4回から玉井という系統になりましたが、その玉井は、茂木にタイムリーを浴びて4対2、2点差とされます。まあ、しかしなんとかこの1点で切り抜けます。4、5、6とファイターズは無得点に終わり、7回の表イーグルスはワンアウト1塁2塁と宮西を攻めます。しかし最後は浅村を、まあ、粘られるんですが、ダブルプレーに抑えて0点で切り抜けました。宮西嬉しい42ホールド目はキャリア新、キャリアハイ更新ということになりました。で8回の裏ツーアウトランナー1塁となって、田中健介が東京ドーム最終打席に入りました。ツーアウトランナー1塁という場面でしたね。でまあ最後は粘るんですが、レフトにフライを上げて東京ドームラスト打席はレフトフライでした。で2点リードのまま最終回に入っていきます。大きな拍手がね送られて、田中健介コールも何度も、ね、こだましたというそんな東京ドームで、2点差のまま最後は秋吉が出てきてしっかりと締めます。最後はワンツースリーセーブ、秋吉も今季23セーブ目でファイターズ2点差で逃げ切っています。